雨が降り始めています。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エースを出している以上この試合絶対に負けられませんね。まあそうですね、もちろんエースなのでね、監督は勝ちをもう頭に入れてるでしょうからね。そうですね、期待しましょう。さあそして打席には川端が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、西さん、この場面スクイーズはどうでしょう。そうですね、選択肢としてはあると思いますね。なるほど、右方向、これは浅いフライ、ライトの前に落ちた、ホームイン、サヨナラ、なんとサヨナラで決着。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配、監督の采配、ピタリとはまりましたね。まあそうですね、ああいう場面で打てるということが、まあ、本当に素晴らしいと思いますね。非常に興奮したそんなゲームでした。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のジャイアンツですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。